はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第107回でございます。で、今回テーマが災害ボランティアに参加して、で、下の方にはね、9月22日に常総市の災害ボランティアに参加してきましたというふうに書いてあります。で、前回のダラダラジオでもね、テーマは決まってるんですがという話をしたんですが、その時にももうこのね、災害ボランティアこの日に参加するというのは決まってたので、まあ、今回はこれについて話そうと思って、これをテーマにさせてもらいました。で、最初にですね、本題に入る前になんですけど、自分ちょっと今風邪をひいてまして、喉というか声がすごい出しにくい感じなんですね。一応かなりこう、なんだろう、ビデオに近づけて今喋ってるんで聞こえるとは思うんですが、多少聞き苦しいところがあったらちょっと申し訳ないんですが、ちょっとね、お付き合いいただけたらと思います。では本題ね、いきましょう。で、まあ、そこに書いてある通りね、22日にその前にね、鬼怒川かがね、こう決壊して、ね、多くの方が水害に遭われて、で、まあ、そこの災害ボランティアに初めて参加してきました。で、今まで、東北大震災とか、ね、東日本大震災でもそうですけど、にもこうそういうのには参加したことがなかったので、自分は初めてになります。で、きっかけとしては、そういうのに今までね、いっぱい参加されてる方から、たまたまちょっと声をかけていただいて、一緒にどうですかって言っていただいたので、スケジュールもちょうどね、調整がついたので参加しますということで、朝の6時半に集合して、そこから車で乗り合わせてね、現地に向かったんですが、現地というか、まあ、災害ボランティアセンターみたいなとこに行って、受付をして、その各場所にバスで運んでもらってという流れだったんですね。で、実際自分たちが、配属というか行ったのが、民家、あるご家庭の民家の、そこはもう1階が完全に水没、床上浸水してしまってですね、まあ、1階がもうやられてしまって、で、こう床下にその水害で泥が入ってしまったと。で、それを取り除かなきゃいけないっていうことで、もう畳とか床はね、何枚かも抜いてくれていただいてたので、そっからこう匍匐前進をする感じで床下に潜っていって、で、みんなで泥をかき出すっていう作業をさせてもらいました。で、こう正直ですね、作業としてはもちろん大変だったんですけど、でも大変というか、もちろんね、それはもう水害に遭われてる方、被害に遭われてる方の方がもう大変というね、レベルをね、比べるものにならないぐらいに大変なことなので、自分らそんな大変って思うね、のもおこがましいんですが、こう初めて参加してどんな風に感じるのかな、どういう風に自分の目には映るのかなっていうのをすごいこう考えてたんですけど、まず自分が感じたこととして、人一人の力じゃ本当にちょっとのことしかできないんだなっていうのを感じたんです。例えば自分一人でその砂をかき出そうと思っても、本当にその時間、結局5時間ぐらいかな、全部で5時間ぐらいかな、やらせていただいたんですけど、本当大した量かき出せないんですよ、本当に。でもそれが、で、そこで今10人のチームで行かせてもらったので、その人のマンパワーってやつですよね、人の力が集まることでこう大きな力に変わっていくんだっていうのを感じました。だからこう、そのね、シルバーウィークに自分らも参加させてもらったので、一応1日1500人が受け入れ人数で決まってたらしいんです、ボランティア。そのやっぱり多くしてもさばききれないので、でもこう臨時便とかを出していただいて、結局3000人ぐらい受け入れていただいたのかな、その時に。でもそれでもやっぱり全然回らないそうなんですよ、現地では。そう、もっともっとボランティアが必要で、人の力が必要っていうことだったので、でもまあそういった中でもね、まあ、参加させてもらって多少のことはできたのかなとは思ってるんですが、でもやっぱり自分はね、本当だったら継続していくべきなんでしょうけど、でもね、ちょっとね、スケジュールでまだ1日しか行けてないんですが、こう自分はね、こう立場上学生の方がやっぱり聞いていただくことが多いので、こう番組、なんだ、チャンネル的にもね、あとはそれと親御さんか保護者の方にも聞いていただけるので、実際行ってみたらこうだったんだよっていうのを伝えることで、それがいつか何かが起こった時にちょっと参加してみようかなって思ってもらえるきっかけになったら嬉しいなと思って、今回ね、こうやって喋らせてもらってます。で、まあ、実際こうやってやらせてもらって、で、そこでまあいろいろ感じたんですけど、で、そのご家庭ですね、おばあちゃん、その時におばあちゃんとお孫さんかな？で、お孫さんは多分ね、高校生ぐらいだと思うんですけど、ちょっと違ったら申し訳ないんですが、がいて、こう対応していただいて、
もう、まあ、おばあちゃんはすごいもう、なんだろう、根っから明るい方で、もう、笑顔が爆発してるような、すごい素敵な方だったんですけど、でもその、高校生ぐらいのそのお孫さんの方とかは、おそらくすごいしんどいはずなんです。ね、自分はそういうのに会ったことがないので、もちろんまだわからないんですけど、でもそれでも、ね、受け入れていた私たちね、ボランティア側にもすごい気を使ってくれて、そう、自分から声かけてくれて、ね、感謝の思いを伝えてくれたりとか、絶対自分の方がしんどいのに、そうっていう姿を見ていて、やっぱりもっとできることないかなってすごい思ってですね。で、まあ、それがちょうど昼休憩の時にその話があったから、そういうふうにね、姿を見たから、もっと頑張ろうっつって できる限りのことをね、やらせてもらってきたんですが、で、今回参加させてもらってですね、一番考えさせられたことが、帰る時の挨拶なんですけど、まあこうね、作業が終わって、じゃあ戻りますって言った時に、まあ本当ね、お家のそのおばあちゃんもお孫さんも本当ありがとうございましたって言っていただけるんですね。でも、そこで自分で何て声かけたらいいんだろうっていうのが、わからなくて、ちょっとお恥ずかしい話なんですけど。頑張ってくださいって絶対違うと思うんですよ。これは俺の考えですけど。だって、被害に遭われた方って、頑張りたくて頑張ってるわけじゃないじゃないですか。ね、急に鬼怒川が決壊して、大雨の末にね。普通に生活してたのに、その普通が奪われたと。それは別に望んだことでもないですし、誰も。だから、頑張りたくて頑張ってるわけじゃない。から、頑張ってくださいは違うし。で、もちろん、シンプルに言うんだったら、こう、一日でも早いね、復興を心からお祈り申し上げますとか、いうのがですね、自然だと思うんですけど、結局自分はうまく言えなくてですね、まあそういったことしか言えなくて、そう、また来ます、でもまた来れる都合もないし、まあ今のところは、また来ますも言えないし、ありがとうございます、違うと。お邪魔しましたも絶対違うと。そう。で、そういった時に、うまく言えないんですけど、でも、せっかくね、感じた言葉なので、そのまま言いますけど、なんつうか、自分の器の小ささというか、いうのはすごい感じてね。で、あと、そう思ったのと同時に、実はですね、こう、自分が YouTube の活動、この勉強動画配信するっていうのは、こう、ね、もうだいぶ3年以上経ちましたけど、東日本大震災が、ちょっときっかけの一つには実はなってるんです。ネットとかインターネットとかね、そういうものは復旧が早いと思っていたので、例えばそれで勉強がね、できる環境にないことか、例えばそれで精神的なストレスを抱えてしまって学校に行けなくなる子も出てくるかもしれない。そういった時に、家で、パソコンで、携帯で、スマホで、授業が受けれて、勉強したいけど行けないとかいう子たちの、多少でも力になれたらいいなっていう思いも多少あったんですね。で、今回そういった、まあね、ボランティアとして現場参加させてもらって、自分のこの活動が直でつながるとは思わないです、実際。ね、役に立てるとは思わないんですけど。でも、何かが巡り巡って、その被害に遭われた子たちの何かしらの力にはなれるんじゃねえかなっていうのは感じたし、やっぱり、改めて、一歩一歩大事に取んなきゃなって、授業を。もちろん今まで手を抜いたことなんて一回もないですけど、授業に関して。でもやっぱりもう一回、兜の方をね、締め直して、気合い入れて、やっていこうって思いました。でも、その自分の器の小ささというか、人間的なものの小ささっていうのは、今でも感じてるので、もっと頑張んなきゃなって、思いますね、本当に。っていうのが一応参加させてもらった感想です。で、まあ、途中でもちょっと話しましたけど、ボランティアに参加するっていうのは、ちゃんとしたこう服装とか、まあもちろんね、ある程度は揃えなきゃいけないんですけど、でも、誰かの助けになりたいっていう人の思いっていうのは、それが集まった時にはものすごい力を発揮するものなので、まあこれから先ね、みんなが生活していく中で、もしかしたらそういう機会があったら、ね、参加する側なのか、もしかしたら被害に遭う側かもしれない。でもそういった時に何かしらちょっとやってみようかなって思うきっかけになってくれたらなと思っております。では今回はハイチのダラダラジオ第107回、
災害ボランティアに参加してというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただき本当にありがとうございました。で、次回はまだちょっとね、テーマが決まっておりませんので、まだね、わかりませんが、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。